選挙制度改革について、大島議長から来るようにと指図を受けまして、2人で伺ってまいりました。まず調査会報告を受けて、各党と順番に話しているということで、大会派から自民党から、こういう話がされていると、いうことで、おおむね10減をするけれども、アダムズ方式についてはまだ党内議論していないというのが自民党からの話だというおおむね、お話を伺った上で、それぞれの意見を聞きたいということでございました。私からは今回のこの調査会が設置され、調査会報告を出していただいた経緯というのが各党間でまとまらない、まとまらなかったのは定数是正の方式と定数減についてまとまらなかったので第三者機関にご議論をお願いをした。その肝は銃削減とそれから削減の仕方についてはアダムズ方式でやると、この2つが肝なのであって、この2つを動かしたのではですね、とても調査会の答申を尊重したことにはならないと。で、私どもも10減は不満だけれども、そういった経緯を尊重して、当面はこれを受け入れるということで決めたのでありますから、アダムズ方式の採用とが10減というのはセットでしっかりとやっていただかないと困りますということで、議長のご尽力をお願いをいたしました。はい、基本的には同じ考えですけれども、まず私の方から申し上げたのは、やっぱり答申というのは斜め読みしないで素直に読んで、その通りの制度を設計するべきなんじゃないでしょうかと、こういうふうに解釈できるとか、そういうその、小手先のことをやっぱり考えない方がいいということと、それからやはり今現職でいる身としてですね、改革、抜本的な改革はやっぱり我々のいるときにしっかりやっていただきたいので、間違ってもその2020年の 国勢調査 でありますとか、そういうその先送りになるようなことはやめていただきたいということを申し上げました。今後のですね、その調整のスケジュールとかも、方向について何か議長からご説明があったんですか。議長としては、今月中には一定の方向を出したいという思いを述べられました。私も特に何も申し上げませんでしたが、それは今国会中に結論を出すということであればですね、それが必要だろうというふうに思っております。自民党は今だその民主維新の考えがかなり離れている距離がある部分があると思うんですけども、それについては改めましてどう思いますか。この調査会は安倍総理が主導をして、そして伊吹議長の時代にですね、議長の諮問機関として作られたものでありますから、その結論をですね、尊重しないというのが自民党から出てくるというのは、これありえない話ではないかというふうに思っています。我々も結論には不満だけれども、定数減の数について、しかしそれはその議長の権威といいますかですね、この間の経緯を大事にして、それを受け入れているわけですから、当然その肝であるアダムズ方式と自由削減というのはしっかりと決めていただかないと困ると思います。結局どういう方式を取っても不満に残る人は出るはずなんですよね。それを言い出したら堂々巡りになって、またゼロからのスタートになってしまいますから、諮問をした限りはやっぱりその答申にやっぱり、内容が多少不満があろうとですね、それに従うということはやっぱり我々の責務じゃないかなと思います。高橋さん、いかがでしょうか。アダムズ方式の採用をきちっと決めていただけるならば、それは10年国庁か15年国庁か、そういったことはその上でですね、議論のしようはあると。ただ今井さんからおっしゃったとおり、20年国庁とはありえないと思いますが、10年か15年かというのは、そのアダムズ方式採用する前提であればですね、それは応用の余地はあるだろうというふうな趣旨のことは申し上げました。いや、特段議長が具体的なことはおっしゃってません。それに直接。中央党新党です。自民党からはですね、いわゆる0増6減というアダムズ方式によらない方式での、導入をですね、求めているわけですけれども、そういうものを自民党案となるものに理解を求めるような発言が今日議長からあったりします。
ありません。あるいは、議長裁定という言葉も、まあ、ちょっと取り沙汰されてきてるんですけれども、そういった議長からの提案とかっていうのはもうなかった、今日の時点で。今日の時点ではありません。各党意見の隔たりがある中で、その議長裁定、どういう議長の采配をどういう采配を期待するのか。まあ、これはあの議長の諮問機関が出した答申ですから、あの議長にはご苦労をおかけしますが、その調査会の答申にをあの歪めることなくですね、各党を受け入れるようにですね、議長においてご尽力をいただけるというふうに信じております。よろしいですか。一点で申し訳ないんですが、合流後の新方面についてですね、昨日まで応募があったと思うんですが、どれくらい集まったかというのを聞きましたが、どれくらい集まったかというのを、はい、今日5時から検討チームが会合をやるという話ですので、そこのブリーフで数は正式に発表になると思いますから、まあ、ちょっとこの段階では控えさせていただきます。これは昨日なども一緒に申し上げましたけれども、本当に真摯に、まあ、出発点に戻って、協議をしようというものとは到底思えない、やはり県会議員選挙と参議院選挙が終わるまで先送りをしようという、まあ、衣の下の鎧が早速明らかになったということじゃないでしょうか。まあ、同じです。よろしいですか。すみません、TBS の松本です。さらに一定恐縮なんですけれども、というか野党与党の協力について、共産党は衆院選でも選挙区の候補者の調整を進めることを求めておりますけれども、二方さんのこれについてのお考えを。まあ、それぞれの党にそれぞれのご意見があるわけで、共産党さんがそういうご意見をお持ちだということは承知をいたしておりますが、今、民主党としてそういったことは想定しておりません。まあ、私の方はやはり小選挙区制度という中でやっぱり、野党が結集して与党と戦わなきゃいけないという認識はありますので、まあ、そういう中でどういう協力ができるかということは今後やっぱり検討はしていくべきだと思いますけども、今の段階でどうするべきというのはまだないと思います。よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、まあ、本当にそうだったとしたら、これ、仕様書っていうんでしょうか、その発注するにあたって、こういう内容で説教してくれという発注の担当者、責任者はどなたなのか、きちっと明らかにしていただいて、説明をしていただかなければいけないというふうに思っています。これまでいろんな問題があってですね、まあ、ある意味、肝になっているところでありますから、最大の配慮してやるべきだと思うんですけど。またこういう問題が起きているというのはもうお粗末のいいところで、やはりオリンピック担当大臣というのを置いてやっているわけですから、やっぱりその方がやっぱり責任を持ってやらないといけないと思いますし、場合によってこれは責任問題になるんじゃないでしょうかね。よろしいですか。はい、ありがとうございました。はい。